与佐郡など、丹後半島周辺地域で、路線バス、船舶、ケーブルカー及びリフトを運営している会社。同社のバスは、単海バスと呼ばれる。阪急阪神ホールディングスグループに属している。本社は、京都府与佐郡与佐野の町あざ上山田641番地の、1。スルッと関西には加盟していない。かつては、子会社として、 貸切バス事業を行っていた、短海観光バスもあったが、不況や少子化、旅行の多様化などによる貸切バス需要の減少で、経営が傾き、1997年12月で廃業している。高速バスは、共同運行会社。一般路線バス利用客の減少に歯止めをかけるため、京丹後市が主体となり、2006年10月より、 同市域を運行する路線の運賃上限を200円に設定した。設定から3年後の2010年の利用客数は最も減少した時期の2倍にまで回復し、同社の運賃収入も2割近くアップし、現在も増え続けている。利用者の中には移動手段を自家用車からバスへ切り替えた者も,もいる。2013年10月1日からは、 社会実験という形で、単語地域全域に適用範囲が拡大された。は一部の便のみ停車。停留所名、停留所名はどちらかを経由。定期観光バス、快速バス、一般路線バス、稲湾巡り遊覧船、鴨目メ6号このほか天野橋立一宮間には観光船とは別に、待たずに乗れる、特急モーターボートも、随時就航しているが、 そちらを利用した場合、観光船よりも乗船料金は割高となる。また、かつて1983年まで、宮津稲浦を結んでいた定期航路を2014年8月2日より土曜、休日限定で31年ぶりに復活させた。この年は10月26日まで運航し、2015年は4月4日から11月3日まで、 2016年は4月29日から11月6日、2017年は4月29日から11月5日の土曜、休日に運行。2018年は7月下旬から9月末まで、2019年は7月下旬から8月末の土曜、休日に運行した。ありがとうございます。